トゥース。こんにちは、おっさんです。おっさんは広島マイナス官僚のふるさとベースカンパクです。今日はね、マイナスがあるんでね、空容器を下ろして会社帰ります。なので今日は昨日よりも1時間ぐらいは遅く家に着きそうです。今日はですね、1日一動画一ゆるい話といったところでね、ゆるい話をしながら帰ろうかなと思っております。なのでラジオ代わりに聞いてもらえると嬉しいかなと思っております。ざっくばらんにね、くだらない話をしますので、これは俺どうでもいいなという方は、プチッと切られて、なんじゃ親父、くだらん話すんじゃねえよ、こんにゃのめえといった感じでね、切られても結構です。はい、じゃあやっていきますね。テーマというか、夢について、皆さんもね、子供の頃にいろんな夢があったと思うんですよ。男の子であればパイロットになりたいとか、社長になりたいとか、芸人になりたい、絵描きさんになりたいとか、スチュワーデスになりたいとか。今スチュワーデスって言わないですよね。客室アテンダントなんとか言いますよね。で、なぜそのスチュワーデスという言い方がからキャビンアテンダントに、アテンダント、客室乗務員というんかな、そういうのになったかわかりませんけれどもね。それとかナース、看護婦さんですよね。で、保母さんで、男の子で、男子の一番のね、なりたいもの、私の世代ですね、昭和37年生まれなんですけれどもね、まあその前後の男子の1位はね、パイロットでしたね。2番目が何かな、公務員とかね、そういった感じでしたね。学校の先生とかで、会社の社長とか。1位はね、もうダントツパイロットでしたね、毎年毎年。で、女子がね、ダントツの1位がほぼさんでしたね。2位がね、お菓子屋さんだとかね、なんかそんな感じでしたね。で、小さい頃というか、まあ小学生とかね、夢がね、あると思うんですよ。今の小学生ならば、なんだろうね、YouTuber？ なんか、男の子は YouTuber だとか、女の子は何なんでしょうね。女の子はちょっと、わかんないな。女の子は何でしょうかね。女の子はちょっとわかりませんね。やっぱりなんだろうね、看護婦さんとかナースあたるでしょうかね。学校の先生とか保母さんとか、ちょっとその辺分かりませんよね。で、多分ね、女の子は制服かっこいいじゃないですか。スチュワーデスとかね、で、ナース、看護婦さんとかね。今看護婦と言わないよね、男もいるから看護師になったんよね。で、白い制服がね、ナースキャップって言うんですかね、憧れるんでしょうな。実はね、男子もね、憧れたんですよ、あれをね、看護婦さんのあの格好がね、あの格好で、癒されてみたいと、ね、看護されてみたいと、言ったところでね、私もね、若い頃ですよ、ほんと。
まだまだね、18区のね、ケツの青い頃ですわ。健康そのものだったんでね、一度でいいから病院に入院して、ね、看護婦さんに、綺麗な看護婦さんに看護してもらいたいわーとかね、思ってましたよ。思いませんかね、男子はね。でもね、今年だよね。確かに自分入院したのが3月頃だったね。で、人生58年間、57の時や、それはね。3月なのでね。で、初めて入院しましたよ。盲腸もやったことがない。何でもやったことがない。病気らしい病気はないです。頭が悪いぐらいで。あと、歯医者ぐらいしか行かないんでね。ほんとね、病院なんか行ったことない。そんな私がね、入院したわけですわ。で、まあ確かに若い看護婦さんいましたね。若い看護婦さんに、うんこ見られましたけどね。うんこ見られましたけどね、本当にもう。すごい恥ずかしかったですよ。で、先生にはね、ほんと肛門見られるしね、本当にもう。すごい恥ずかしかったですよ。まあ、じじいで恥ずかしいんですからね、この土地になって。57の親父が恥ずかしいんだから。これがね、18区だったらね、もっと恥ずかしかったかなと。おぉ、ケツ見られたかなと。いった感じでね。で、まあ、そんな、夢があるじゃないですか。で、私の夢はね、小学校の時の夢、なんかね、作文にね、書いたことありますわ。何かというと、オートバイ7班に乗って国道を走ってみたいと。そういうのをね、なんか作文か何かでね、書いた覚えがあります。可愛いもんですよね。オートバイで国道を走るのが夢だなんてね。え、今思えばね、なんじゃいと思いましたけれども。で、次に思ったんがね、やっぱりバイク好きだったんでね、オートバイが。でね、レーサーになりたいというのがありましたね。オートバイのオートレースじゃなくて、今スマップを引退した森くんがやってる、ああいうオートレースやらしいね。鈴鹿だとか、須郷だとか、富士スピードウェイだとか、あの辺を走るバイクのレースですわ。ああいうレースに出たい。レーサーになりたいというのがね、ありましたね。でも、すぐ、挫折しました。なぜかというと、そのレーサーは食べていけない。食べていけないということです。ほんの一握り。よっぽど早くなくては。中途半端なんだったらね、もう、飯が食うできない。生活ができない。なのでね、ほんとね、トップレーサーでないと飯が食えない。トップレーサーでも、そんなね、どんだけやっていけるか分かりませんけれども。そんなんでね、やめちゃいましたね。映画もあったんですけれどもね、汚れた英雄というのが、草刈正雄がやってましたね。あれ、見に行きましたよね。すごい格好良かったですわ。ビデオも持ってたんですけどね。で、その夢はもうあっけなく生活できないというので、そのレーサーよりはそのオートレーサーの方が食べていけるよと
そんなことを知りました。はい、そんなことをね知らされました。でもオート、そういうね、そういうオートレーサーになるなんじゃね、さらさらなかったのですぐにね諦めましたね。でもバイクは好きだったんでね、ならば俺は街道レーサーになってやろうとあちこちのね峠を攻めに行きましたけどね。今だったらバカですよ。よく命があったなと、生きててよかったですよ。でそんなこんなでね社会人になれましてね、で高校、まあ高校生の頃かな、まあ仕事をするんだったらその時ですね、初めてトラックの運転手になろうかなと、で担任の先生に言ったんですわ。どこそこ運送に入りたいと。でうちの兄貴がねその運転手やってたんですよ。でその影響も多分あるんでしょうね。運転手はなかなか面白そうだ、自分に合ってんじゃないのかなと。でまあ高校卒業すると時にですね、やっぱ就職活動するわけじゃないですか。でその時にですね、運転手になりたいと、どこそこ運送に入りたいと言ったところですね、なんかね、法律みたいなのがねあるらしいんですよ。高校生を斡旋するんだったら、その求人してないとダメだと。いきなりその求人もしてないところにいきなり入れてくれって言ってもそれは無理だと。で高校生を斡旋するにはそのね職業安定証、そういうもんから求人が出ていないとダメだよと。で探したんですけどね、じゃあそこの運送屋あるのかなと思ったんですけども、さすがに高校ではねやっぱり免許もないし、まあその当時はねまだ免許持ってなかったんでね、それもあえなく撃沈しましたわ。なのでね、本当夢という夢はなかったですね。なので本当何芸人になって やろうかとか、なんか大きな会社の社長になってやろうとか、そんなことはね全くなかったですね。もう日々何もなく、日々平穏に明日も生きてればいいかなという感じで生きてたように思います。はい、彼女もいなかったし、やろうばっかしでずるんでね、なんか朝から晩までね車をね囲んで、本当缶コーヒーを片手にねなんか語り合ってましたわ。車を眺めながら、このホイールいいなとか、どこそこの車はかっこいいとかね、どこそこの中古はなったらカンタラだとかね、スカイライン GTR がなんとかかんとか、箱スカがどうとかどうとか、ね、セドリックの430を、革命を釣り目にしてシャコタンにしてとかね、そんな話をね朝から晩までくだらん話やってましたわ。はい、まあ今思えばね幸せなひとときだったかもしれませんけれどもね、まあ夢という夢はなかったですね。で家が古かったのでね、家は古いし貧乏だったんでね、でとにかくお金を稼ぎたいというのはありましたね。金を稼ぎたいと。で家もボロだったんでね、で自分は2階がある家を建てるんだと、そんなことを思ってましたね。まあちょうど30歳の時にですね、家を建てたんですけれども、
まあ夢という夢じゃないですね、マイホームというのは。マイホームはよくね、一世一代の夢とか言いますけれどもね、まあ建ててしまえば、まあそんな大きな夢というほどでもなかったですけどね。まあ何も変わり映えもないつまらん男ですね。つまらん男ですわ。皆さんの夢はどんなんですかね。やっぱいろいろあるんでしょうけれども、サッカー選手になりたいだとか、そういえば今の子供たちはサッカー選手とかあるんでしょうかね。サッカー選手になりたいだとかね、バスケットボール選手になりたいだとか、 NBA とか B1 リーグだったかな、なんかありますよね。バレーボールの選手になりたいとか、卓球の選手になりたいとか、プロ野球選手とか、プロ野球選手っていうのがありましたね。そういえば私の小さい頃はパイロットだとかね、プロ野球選手になりたいとか、スポーツ選手、やっぱありましたね。巨人大砲卵焼きの世代ですからね。大砲は知らなかったですけどね。大砲は私よりもうちょっと年代が上かもしれませんね。巨人は知ってましたね。卵焼きか、そうですね。うちはまあ鶏を飼ってたんでね、卵焼きはまあ卵焼きというか目玉焼きですね。卵焼きはうちのおふくろやってくれなかったですね。目玉焼きは自分で作ってましたね。はい、そんなところですけれども、まあ、大した夢もなかったですね。58になれましたけれども、まあ強いて言えばですね、大きな病気をせずに家族みんなが幸せに暮らしていければ。それが一番の夢というか希望ですよね。願いですよね。はい。今もね、私本当まあ3月に入院しましたけれども、それまで大きな病気もなく58年来ましたけれども、もうちょっとだけ長生きしていこうかなと思っちゃいますけれども、そういえばね、3日ぐらい前かな、ここでね、交通事故があったんですよね。死亡事故は明け方ですね、4時間ぐらい通行止めになったらしいですけどね。この辺に跡があるんですけれどもね、この辺り、ガラスの破片が落ちてましたね。軽4に乗った女の人がなんか対向車線にはみ出して、前から来たオートバイと正面衝突して、でオートバイ跳ね飛ばして、でそのオートバイの後ろから来たトラックに轢かれて死亡という事故がありましたけど、痛ましい事故でしたね。本当あんなんがあるんですからね。本当普通に走っててもね、本当何が起こるか分かりませんよ。午前6時頃の事故だったらしいですけどね。本当怖いです。はい。なのでね、本当その事故なく怪我なく毎日毎日をね、本当平穏に何にもない日常がね、どんなに幸せか私は思いますけれどもね。よく若い頃ね、なんかいいことねえのかな、なんか毎日つまらんな、なんかいいことないかのといつもね思ってましたけれどもね、今思えば
何にもない平穏な日々が一番幸せなんだと今本当痛感しております。何にもないのがいいんですよ。何にもない方がね、それは幸せなことばっかしじゃないですけれどもね。もうちょっと左寄ってほしいですよね。ああ、こっち入るのか。これここ潰れてるんだけどな。そこ潰れてるというかやってないですよね、ジョイフルは。はい、そんなところですけれども、まあ本当日々何にもない日常がどんなに幸せか、58歳のおっさんは毎日そういうことを思いながら仕事をしております。はい、それではこの動画は以上になります。本当何でもない動画でしたけれどもね、最後まで見ていただき感謝感激雨あられ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next again。 さらばだ。